eat. And I don't know defeat. I only know the heat. I only know the grind. I only know the sweet. Y'all, I miss sweat. I only know the best. That's up on my chest. I only know the reps. I only know what's next. Nothing more, nothing less. Oh, my name. I've been watching you. じゃあ、キャプテンの、はい、負けないぞっていうのにしたけどね。負けないぞ、うん、負けないぞ。もう見てよ、このうちのメンツ。ほら、もう最年長なのこれやっちゃってるから。シャキンだよ、あご。チーム鈴木、こういう感じです。いきますよ。あの、うちは比較的若さが多いなんで。ね、比較的ね、結構フレッシュだよ。うん、確かに。みんな高校と専攻どっちで行きますか。あ、まずじゃあ高校規模。高校規模。専攻規模いけだろ。じゃあ最初はグーでいきましょうか。はい、最初はグーじゃんけんぽい。仲良し仲良し。いきますよ。最初はグーじゃんけんぽい。じゃんけんぽい。うちのチームは高校でお願いします。じゃあうちのチームは超先行でお願いします。え、はい。はい、それでは、うちのチームの一番手はガジュさんです。イケチクマ。で、混ぜたりしていきます、ね、はい、じゃあ混ぜて、ピザタンクしゃべりましょう。食べ方によるのは合わせていきます。じゃあ、行きます。ストップ忘れないように。はい、集中。ちょうどいいカレーの粘土。ちょうどいい。
吉田がシェフ、ちょうどいいから2人で1人目のガデューさんが、皿に残っていたグラムが 16g です。なので、タイム通りになります。うちのチーム1番手はロー君でございます。おお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 お、俺エビちゃん来ると思ってたわ。絶対エビちゃん来ると思ってた。正直正直、これルーって事前から熱いんですか？熱々なんですか？あ、熱々ではないです。あ、わかりました。こいつでも、超緊張した。全然そこで1秒2秒加算されたら大丈夫よ。りも早いから大丈夫。やったんで、まあ、ハイリスクハイリターン系。もうあれやったな。残りの量が 45g ということで、プラス2秒となりますので、27秒33から2秒出して29秒33がどこどこタイムになります。30秒切れるんですよ、ね、食べ方の違いで横振り。さあ20秒ですよね。じゃここで品川さん、ね、仮に20秒で食ったら10秒になるわけですよ、その差は。なるほど。だマクルヒストリーでしょ、まあ、1秒でも2秒でも多くドラゴ君を上回ってほしい。そこがかなりポイントになってくるんじゃないですか。はい。頑張ります。はい、うちのチームの2番手は篠健さんでお願いします。うわー、結構量ありますねこれ。Thank you.
計量終わりました。はい、はい、ですね、今回の計量の結果なんですが、残ったベマスルが 75g ということで、プラス5秒、あ、5秒、41秒に参加者の計算タイムでございます。あ、スタート。そんなことない、そんなことない。うちのチーム3番手ですね。エビマさんでお願いします。行ってこい。うちの金魚がカレー少なくないですか、クレームが入ったんで。あれ1キロありますか。ありますか。金魚あるんです。すいませんでした。ハンデです。1キロある。チームだから、最後スプーンとかボタンとか忘れそうになることはちゃんと言ってあげないとダメかもね。ボタン、ボタン忘れたらやばい。はい、絶対ここは勝負のポイントになると思います。うちのチームの3番手、丁寧に清水さんでお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。かましちゃってください。大丈夫です、お腹空いてんで。怖いけど怖い。でも怖い。計量の結果をお伝えさせていただきます。はい。
残りの量が、28g。 おお、ペナルティなし、タイム42秒0です。おお、ナイスゴール。はい、じゃあ今ちょっとうちのチームありがたいんですけど、いい流れ乗ってますんで、ここであの母ちゃんを投入したいと思います。はい、お願いします。お願いします。頼むよ。俺が相当飲みやすい。相当飲みやすい。はい、はい、折り返し地点ですね。後半戦一発目の選手はキズヨさん、お願いします。大きいとこ多いな。多いですね。多いですね。今回結構金を見せてくれ。慣れてないからなんかあれめちゃめちゃ緊張しますね。これ うちのチームですね、5番手が神山さんでお願いします。おお、パワー。
いやこれも微妙。マジ。カレーも食われたこと。俺じゃなきゃ見逃しちゃうねって。はい、計量の方が終わりました。はい、鶏のグラム数です。 26g。 よっしゃー。この方が、ペナルティなしということで22秒69です。ありがとうございます。まず最速感度となります。よし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 、これじゃなきゃ見逃しちゃうねだったはい、それではですね、我々の、5番手ですね、副賞になります。山上さんでお願いします。やませうちの大将に行ってもらいましょう。はい、行かせていただきます。ラスカル君、お願いします。ラスカルシェイク。だけでも確かに全員負けてるっていう全負けしてる全負けしてるね。
これやばい、あこれやばい、70、こんなもんじゃないですよ。70はもう、絶対に150ぐらい。よっしゃ、はい、お待たせしました。49g。 うわー、なると、ペナルティーが2秒つきますので、タイムの方が26秒17です。全員負けたファイトでした。ありがとうございます。はい、毎度おなじみ天の声です。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル、神話クリニックさん。あの大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで、見事髪の毛を手に入れた後、さらなる増毛を求め2度目の手術も受けられるそうです。自毛植毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛結果の方は改めて、一応今回は全勝、塚田チーム全勝という感じなんですかね、個人戦に関しては。はい、でタイムの方がですね、全勝で合計タイムの差が45秒94。食べてるペースでいくといっぱい30秒ペースぐらい食べたとしても、いっぱい半ぐらいの差がついたのかなっていうところで、もうちょっと改めて振り返ってみて、どうですか？そうですね、本当にこう作戦会議とかをしてる間も、何ですかね、みんな正直弱気なんですよね。こう自分の番来たくないなとか、出るまでやだなっていう話はしてるんですけど、本当にこの場に立つと全員が全員この表情が変わって、こう期待に応えようっていう、その気持ちが本当に向こうの席にいても伝わるような、こう聞き迫るようなこう競技をしてくださってて、本当にやっぱり僕もトリでアンカーで大将をやらせてもらって、それに応えなきゃいけないなっていう、これが本当にもう最初の方から最後の人間までこう一致団結して、できた競技なのかなと思いますし、だからこその結果かなと思います。ただまあ僕らが勝ったとしても、まあ、時間とか関係なしに回がまた変われば逆転することも絶対あると思いますんで、この結果に甘んじずに、まあ、みんなまたさらにこう躍進できるように頑張っていければいいなと思います。はい、どうですか、終わってみて。終わってみて全部負けた。綺麗に全部負けた。でも誰も予想してないと思うんで。はい、誰でも予想してないと思うんです。はい、どうなんですか、キャプテンとして。キャプテンとしてやっぱじゃんけんがやっぱダメだったのかなとは思うんですが、まあ、結果的には全負けで、まあ、言ったらそう、僕の負けから始まり、負けを引きずった中で全員戦っていったわけですよね、この早食いを。だけど誰一人としてその諦めてるというか、勝負を投げてる人はいなくて、結果そこで何を感じたかっていうと、その勝ち負けももちろんそうなんですけど、そのやっぱこうどれだけその一つのものに対して自分が真剣に向き合えるかってことだと思うんですね。で少なくとも、うちのチームだけじゃなく、ラスカル君チームの皆様もこうスタートから、ゴールまでストップまで全員こう本気で向き合って、駆け抜けたっていうのを見た時に、まあ、ちょっと話が若干ずれちゃうんですけど、本当にその僕がこの最後の勝負やる前に感じてた、あガオもここまで大きくなったんだなって、それこそ俺と小川でね、最初こうなんかね、小川の店でこう何も会ってないような状況から始めて、もう収益化どころかもう登録者数もいない状態から始めて、あここまでなって、これだけのいろんな人が全国各地から来てくれて、でこれだけこう真剣にやってくれるんだなっていうのは、すごいこうなんかね、胸が熱くなっちゃったんですね。だからやっぱりこうやっててよかったなと思いますし、ただやっぱちょっと正直悔しい思いはあるんで、もし次の機会があれば何らかの形でこのチームでリベンジしたいなっていうのはちょっと正直ある。これがね、例えばカレーなのかラーメンなのかつけ麺なのか分かんない、なんかパンなのかピザなのか分かんないけど、まあ、何らかの形でもしこのメンバーが集まったら、また同じメンバーで今度やり返すぞみたいな感じでいきたいなと思う。はい、そんな素敵な気持ちにさせてもらえる勝負でした。はい、
6対6の1キロカレーチームバトルを終了したいと思います。お疲れ様でした。よっしゃー、ありがとうございます。よいしょー。